岡山津島中継局は、岡山県岡山市北区のカラス山にある、テレビジョン放送の中継局である。ここでは2011年7月24日に、停破したアナログ放送の中継局、岡山北中継局についても記述するが、所在地は、東中継局と同じ。この中継局の電波法に定める放送区域は、岡山県、岡山市及び、倉敷市の各一部。 約5万世帯である。北は山地部を除く津坂地区一帯、南はここから三沢山や東山、京山や八坂山にかけて、東は木備中山や太平山にかけての平野部にあたり、いずれも中継局を見通せる山までが放送区域の限界になっている。ただし、この中でもカラス山と対峙する坊主山や奈良津の西南院浦山の山陰となる。 そこから備前一宮駅にかけての一帯は放送区域の欠損部分である。また、ビルが密集する岡山市中心部も欠損部分で具体的には伊福町やその東の山陽本線にかけてまでが放送区域の限界である。これら二つの欠損区域内では周辺地域が放送区域であっても良好な受信に必要な限界強度3メートルボルトマイメートルが保障されない。 なお、この中継局の放送区域の判定は、広い部分で約 5.5km 程度であるが、約 10.5km 離れた倉敷市東、栗坂から中小駅にかけての山陽本線沿いは、飛び地になる形で、放送区域内となっている。この中継局も二度にわたって、デジタル放送開始に合わせて、全国的に行われた現行アナログチャンネルの移行、いわゆる、 穴穴アナアナ変換の対象となった。一度目は2004年10月28日より対策を開始、翌年2005年4月28日に9チャンネル停波。二度目は2006年6月1日より対策を開始、同年9月29日には9チャンネルを停波し、新チャンネルに移行した。対象となったアナログチャンネルは一度目が NHK 総合、NHK 教育及び、 TSC テレビ瀬戸内の3波、2度目が RNC 西日本放送及び KSB 瀬戸内海放送の2波の K5 波。対策世帯は1度目が岡山市、倉敷市、玉野市、林真町及び長崎町の各一部約1400世帯で、2度目が岡山市、倉敷市、玉野市及び林真町の各一部約1800世帯である。一度目に低波した 旧アナログチャンネル 55CH は、総社中継局で、NHK 岡山教育テレビのアナアナ変換後の新アナログチャンネルとして使用されていて、28CH は、山陽中継局など多くの中継局で、OK、岡山放送のデジタルチャンネルとして使用されている。また、2度目に停波した旧アナログチャンネルのうち 30CH と32、 CH は岡山金鉱山親局で、それぞれ k s b 瀬戸内海放送と NHK 岡山総合テレビのデジタルチャンネルとして使用されている。この中継局はデジタル放送には対応しないため、アナログ放送停波と同時に廃局になる予定だったが、開局することになった。ただし、中継局名は岡山津島中継局になる。 この中継局は小規模中継局ではあるが、受信世帯数が約4万9800世帯となり、岡山県内の地上デジタル放送中継局で、これまで受信世帯数最多の中継局だった倉敷市の水島中継局を抜き、同県内で最多受信世帯数の中継局となる。2011年3月4日に中国総合通信局から予備免許の交付を受け、 同年3月14日から全局で試験電波を発射、同年3月31日に開局。中継局は岡山市中心部の北部に位置する標高135.0メートルのカラス山山頂に存在する。局名である岡山北は中継局開局当時の岡山市の北部を範中とする中継局という意味であり、命名時点では 現在の北区を範中とする中継局という意味は持っていない。その後政令指定都心以降で北区の概念が生まれたが、この中継局が放送区域とする範囲と比べると、実際の北区の範囲はあまりにも広大であり、やはり北区を範中とする中継局の意味は当てはまらない。旧瀬戸町を除く岡山市内で最大出力の中継局であり、 岡山市中心部に接した北部住宅地を放送区域としているため放送区域内世帯数も多い。また出力、開局費とも県内では水島中継局と同一であり、2回にわたった穴穴変換の日程も全く同一、それにより移行したチャンネルも参加が同一チャンネルである。ありがとうございます。